はい、皆さんこんにちは。税金モデルスでございます。今回はね、前回引き続き足改造やってまいりたいと思います。まあ股関節の改造ね、前回言った通りこのエントリーグレード、まあガンダムのやつですね、余ってるやつね。ここ中に引っ込むだけなんですけどね、足首がね問題でございます。はい、ポリキャップでねやろうというね改造やっておりますのでね、足首、まあ、説明書見てみましょうかね。はい、足首がなぜ問題かと言いますとね、まあまあここら辺ヒューキットですね、ポリキャップ仕込むところはなかなか難しいというのと、もう一つね、体育が改造するときいつも言ってるんですけども、ちょっとこれ足外してね、はい、お見せしましょうかね。ここにねポリキャップ仕込んでボールジョイントでやれば簡単なのは簡単なんですね。はい、ただここを軸にしてしまうとね、このこれをね見ていただくと分かると思うんですけど、ここを軸にするとこう曲げた時にね、すごく足の甲というかね、爪が内側に寄りすぎてしまうと、内側に寄りすぎるとかっこ悪いということでね、このボールジョイントのポリキャップね、ポリキャップボールジョイントとかポリキャップの受け、こういうのね、こういうのを仕込むんであれば、足側に仕込まないといけないということなんですね。はい、あと、まあ、ここモールドね、段差が消えておりましたので、こう合わせると段差できるでしょ。これはまあカンナ掛けで45度にこう両面削ってね、やっております。まあ、簡単な作業なんでね、難しくないんで、そのやりましたけどね、もし、聞いたいよっていう方ね、やり方知りたいよっていう方ね、はい、おられましたら、初心者の方でね、言っていただければ、それ動画の中にね、どっかに差し込むように考えてやりますので、ね、はい、ですね。はい、で、まあ、こっからボールジョイントを生やした方がいいということでね、今回ジャンクで落ちてました、まあ、これ多分陸戦型ガンダムとかのね、やつなんですけど、これをここに挟んでいこうかなと。ね、挟んでいくというか、まあ、こんな感じね、こんな感じで接着してしまおうかな。で、まあここはね、削ったり、なんかまあ高さはちょっと見ないと分かんないですけどね、こんな感じでやって、足の中にボールジョイントというかポリキャップを仕込んでいこうかなということで、こんな感じでできております。できてるんかいっつってね、はい、なりますけど、これもね、ポリキャップ、これも陸戦型ガンダムのやつですね、余っておりましたので、ね、はい、使ってありますけど、はい、これを背中ね、これ厚さがありますんでね、背中切ります。はい、ちょっとやっていきましょうか。別に難しいことではございませんのでね、やってまいりましょう。まあこのぐらい、少しだけよ、はい、少しだけこのぐらい見えますかね、アップしましょうか。このぐらい切ります。はい。よ。少しこう穴がね、見える程度に切ります。で、片側は、いりませんので、片側もぼった切っていきます。この状態のものを作っておいて、まあ、単純にこの、ここですね。ここを、まあ、切っていけばいいだけですね。はい、元のパーツは、こっちに多分ね、はい、こんな感じちょっと引きましょうか。はい、こんな感じであります。これのまあよ、ここね、ここまずぶった切ります。はい、こんな感じで、こちら側のね、出っ張りも、切れ目を入れておきます。まあ3箇所ぐらいでいいでしょうね。入れやすいんでね、こうやってね。3箇所入れておきます。そして、これラジコン用の道具になるんですけどね。タミヤレーシングファクトリー。まあ、タミヤ模型さんのレース用のチームというかね、はい、あります。そこの製品でね、ボディーリーマンありますのでね、はい。これを使って、こちら側から、穴をね、広げていきます。テーパー状に、ね、広がるんですけどもね、
まあまあある程度この中のこのポチが取れるぐらいまでグリグリと突っ込んでね回していきます。で取れる寸前にこうちょっと引っかかりが出てきますんですぐ分かると思います。はい、今カツンカツンって言ってるのがこの引っかかりですね。はい、カツンカツンと言っていくとねだんだんここがほげていってね穴が開いていって取れます。はい、こんな感じで、綺麗に、ね、取れます。そこの中に、これ入れていくんですけどもね、はい、まあ、逆ですねこっち向いたらダメですね。はい、こんな感じ、はい、こんな感じに入れていくとまあちょうどはまる感じですかね。こんな感じ、穴も、ね、結構いいところに開きますので、ね、はい、こんな感じでやると、まあ、簡単にね、できますよということでね、まだ反対入れてますけどねで、これに蓋をして、まあ、爪部分ねつけるだけなんですけども、蓋をする前にね爪をつけてちょっと具合を見ていきましょうということでね、爪つけるときに、よちょっとアップしましたね、こう見とけてね、はい、こんな感じ、ここまあ四角になってるんですけどね、上からそこを斜めにカットして、ポリキャップの押さえに、ね、なるようにこんな感じ調整してあります。はい、そうすることによってね、まあ、中にそれほどプラガムね、いつもパテみたいなやつを入れなくてもいいのかなと感じでね、はい、なります。まあ入れますけどね、一応ガタついたら嫌なのでねガタついたら嫌なので入れますけども、はい、こんな感じでね、はい、爪をつけていきます。はい、鳥のね足みたいになってますんでね、段板池大体ね、まあ、違うものもありますけどね中身は。そしていつものプラガム、こいつをね、はい、この中に仕込んでいきます。まあ少量でいいと思います。はい、なんとなくね止まっていれば大丈夫だと思いますんでね、はい、で、ある程度ねこうまあポリキャップが下に行き過ぎないようにね気をつけながらこんな感じではめていきます。で、キットのねここに蓋をするパーツですね、このパーツありますので、蓋していきます。蓋するときにね蓋にもこの接着ね、接着図というかねプラガムがね行くようにこんな感じで、接着してあげると、はい、いい感じに、ボールが仕込まれたね足が出来上がります。反対側もねやっていきましょうかね。はい、できました。こんな感じね、はい、ではねここ太もものところ入っていきましょうかね。はい、切り取りました、ざっくりとねそして中にねちょうどこうなんか3ミリか4ミリの穴ね ありましたんで上だけ切り替えてます。視力テストね。で、少しだけここね、カットしております。はい、あれちょっとね最近指先の感覚があまりないね、このぐらいね、カットしております。そうすることによってねここにこう綺麗にはまります。はい、まあ、軸がどっかねあった方が強度はね上がると思いますね。はい、こんな感じでもう少しだけ出したいなっていう感じはするんですけどね、もう少しだけここ削りましょうかね。はい、まあ、ざっくりと削ってね、はい、ざっくりと削って後でプラガムで埋めるというね、はい、こんな感じでいいですかね。はい、
いかがでしょうか。こんな感じ。もう少し出したいですね、はい、でもう少し出すのにこちら削ってしまうとね、またあの強度がね不足しますので、ここカットしていきます。慎重にね、はい、こんな感じですね。はい、これでいいんじゃないですか。はい、いい感じにはまったと思います。これで一回ちょっと胴体の方にはめてみてね、はい、どのぐらいのクリアランスがあるかみたいな、まあ全然大丈夫ですね、はい、動きますね。で、まあ、接着していきます。はい、まあ、仮止めでね、この入ってるところね接着して、あとはまたプラガもこれね埋めていきます。はい、出来上がりました。あ、こんな感じ。はい、まあ、こう乾いてからねまたパチッとはめますけどもね、で足首の方はね、陸戦型ガンダムの足首のところね、接着しておりますよねまあライン的にこんな感じかなということで接着しました。まあ足首ね、この角を削るともうちょっと足がこう動いたりねすると思うので、ね、まあ、乾いてからまたやろうかなという感じでございます。はい、大体の位置でやるとこうですかね、はい、ちょっと引かないとわからないですね、はいはい、まあ、ここなんでこんな感じですかね、はい、じゃないですかね、スタイリッシュになってきたと思いますまあこちらのゲドはね、ダンバインと違ってね好みの形でね作っていくという感じでやっておりますけどね、そのうちエングレービングなんかも入れたいなみたいなね思ってますけどね。なんでエングレービングの話をするかというと、これ箱の方にねちょっとこれ横に置けておきましょうね、はい、箱のところにね、どっか書いてます、あ、書いてますね、はい、ピネガン用って書いてますね。ピネガンって書いてますね。ピネガン用って書いてますね。はい、ピネガン。ピネガンでしたっけ、ピネガンだと思ってましたけどね。ちょっとローとガンが進んで、ビがピに見えたの。ピがビですね。はい、ピがビに見えたのかもしれないですね。ピネガン用って書いてますね。はい、ピネガン用って書いてますね。これ、ダンバイン詳しい方はね、多分説明いらないと思うんですけど、ダンバインあまり知らない方にね、ご説明すると、ピネガン、ビネガンだったと思うんですけど、ピネガンハンムというね、王様がいます。います、はい、その方専用のゲドということで、実はこれ一般機ではなくね、実は王族専用機なんですね、はい、一般機も同じものなんですけどね、はい、このキットがなぜかピネガン用って書いてるんですね、はい、まあ、王様用なのでね、ちょっと王様用にかっこよくしようかなと思っております、はい、まあ、なので衣装がねちょっと普通のこの箱絵のゲドよりは豪華になるかもしれないですね、はい、という感じで、楽しみに待っといていただければなという感じでございます、はい、今回はここまでということでね、はい、またいろいろね、同時進行で改造しておりますよね。ザブングル、ウォーカーギャリア、ダンバイン、そしてゲド、ガンダム規模なんかやったような気がします。はい、まあね、ぼちぼちやっていきますのでお付き合い願いたいと感じでございます。それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの方よろしければね、もう2つチャンネルやっております。第1回目対 RC ラジコン動画ということでね、本職の RC ラジコンのね、総合動画のアップしております。そして新たに始めましたね、D ラボ模型研究所というね、アシスタントの方たちと一緒にね、模型をぐだぐだ喋りながら研究していこうというね、チャンネルだったので、ぜひそちらを見て楽しんでいただければなと思います。それではさよなら。